こんにちは。8分間チャレンジということで、何か8分間でスクリプティングを簡単な解説を交えながらやってみたいと思います。今回は EXR に内包されている、マルチレイヤーですね。レイヤーを取り出してシャッフルノードでそれらをスプリットしてみたいと思います。じゃあ早速。EXR がありまして、こいつらは、こんな感じで AOV をレイヤーで持っています。レイヤーコンタクトシートで見てみると、こんな感じですね。一応名前を出してこんな風に出ています。はい。で、これを取り出しましょう。まずチャンネルにアクセスするには、まず選択ノード、こいつのリードを何回もニュークセレクテッドノードってするのが、面倒なので、ノードっていう変数を作ってそいつに入れておきましょう。で、選択した時じゃないと動かないのも面倒なので、もうちょっと名前で指定しちゃいましょう。なんか開発するときはこっちの方が全然便利です。で、こいつのチャンネルにアクセスするためには、チャンネル用の関数が準備されてまして、どこにあるかな？これですね。チャンネル。今みたいな感じで、この DIR で、くるんでやって、何かをくるんでやると、そいつに紐づく、ドット何々みたいな感じで、そいつの後ろにつけれる関数が呼び出せます。で、ちなみに、こいつにヘルプってつけて、これを実行すると、今度はこいつのヘルプが出てきます。セルフチャンネルズでストリングのリスト、文字のリストが出てくるよっていう感じに今なってますね。じゃあ早速ちょっとこれを実行してみましょう。関数なので、括弧をつけて、こんな感じですね。はい。で、こんな感じで RGBA のレッド、RGBA グリーン、RGBA ブルー、ずら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 っとありますね。この LG っていうのが、この場合は、ライトグループ、僕がよく使う方法なんですけど、こう、ライトグループって呼ばれる、ライトのビューティーパスですね。で、この SG っていうのがシェーダーグループで、これなんか、ちょっと、2つしかないんですけど、ダイレクトとインダイレクトが今入ってます。で、これが、ユーティリティパスですね。はい。こんな感じで、ずらっと入ってるんですけど、これらを取り出したいんですけど、今見てもらうとわかるように、チャンネルっていうのは、レイヤー名ドット、チャンネルで表示されてるんですけど、今使いたいシャッフルは、これちょっと今、バージョン12のシャッフルが出たので、古い方のシャッフルを読んでおきましょう。ここですね。ここで、レア名を指定できるんですけれども、例えばこうすると、これでさっきの、LGNE みたいな感じでこう出てきます。で、これは LGNE の RGBA を RGBA の RGBA に変換するよっていう意味の、こう、なんかマトリックススイッチみたいな感じのものなんですけれども、ただ厄介なのは、よいしょ、厄介なのは、ここは LGNE っていう、例えば LGNE だと LGNE レッド、グリーン、ブルー、アルファってあるんですけど、ここはそのドットがない形、ドット以降がない形なので、なので、例えばこいつを、じゃあまず、
ドットで一回切ると、このチャンネルの中の方で回してチャンネルでをずらっと今一回表示させるんですけど、これをスプリットして、スプリットっていうのは例えば文字列がなんかこう適当にあるとしまして、何にしましょうかね、まあテストとかでもいいかな、AAA のスラッシュ BBB みたいな感じであったら、テストのスプリットのこの間に入ってるスラッシュで分割するよってすると、このリスト型のリターンがあって、前と後ろみたいな感じで分かれます。CCC って入れると、今度は、まあ、もう分かると思うんですけど、AABBBCCC ってなります。なので、ずらっといって、この場合だったら、このドットで割ればいいので、ドットで割って、で、例えばこれの、これリストで返ってくるので、リストの一番目を読んでくれってすると AAA だけが返ってきます。なので今回ドットで割って一番目だけが、頭だけが欲しいので0と。リストは0スタートです。で、これでリターンするとこんな感じです。はい。で、重複してるんですね。こんな感じで重複しちゃうので、重複は取り除きたい。なので、まずは、重複を取り除く方法としてはですね、セットっていうのがあります。例えば、どうしましょうかね。まずこの、ドットで割った一番目のやつを全部一個のリストに入れちゃいましょう。例えば、添付で空のリストを作って、添付にその割った頭を、加えていく。アペンドっていうのでリストの中に入れていけます。こんな感じで。で、実行して、最終的に添付を確認すると、はい、こんな感じで、ドットで割った頭だけがずらっと格納されるんですけど、今こう重複があります。重複を消すためにこいつを一回セットっていうのに入れます。でセットっていうのは、重複のない、順序のないリストみたいなものです。リストっていうのは順序があるので0とか1とか2とかで番号で指定できるんですけど、セットにすると番号で指定はできないです。ただし重複がなくなります。なのでこれで一回こうやるとこう減ったの分かりますかね。こんな感じで減ります。でこれ今セットになったので、これ重複なくなってるんですけどね、もうセットになったので、こいつをリストに戻します。セットのままでもいけるかな。セットのままでもいけそうですね。まあ、リストに戻すとこんな感じです。リストにすると、まあ、相当ができるんですね。名前で相当とかが可能になるんですけれども、まあ、リストにしておきましょうか。で、これで、このリストの数分の、シャッフルノード。こいつを出してきて、で、それを、なんだ、このリードノードにつないで、かつ、このインって呼ばれる、このアトリビュートですね、ノブを、この、今、リストになっているレイヤー名に変更するっていうことをやっていくと、できるはずって感じですね。で、まずは、じゃあ、チャンネル分、レイヤー分のシャッフルを作るってところまでやってみましょうか。レイヤー分のシャッフルを作る。
シャフノードを作りたい場合は、リンクの、ノーズ、この場合はシャッフルと。で、シャッフルは、リンク12になって、シャッフル1とシャッフル2って言って、今シャッフル2っていうのが標準のシャッフルになっちゃってるんですけれども、これがシャッフル2です。今ここ、ニューククリエイトノードシャッフル2って出てますね。で古いのは、ちょっと呼べないんですけど、普通だと。まあ普通の、ドットの、数字のついてないシャッフルが古い方です。古いのを呼びたいときは、キーボード X を押してもらって、ここに、ノード名を入れると古いノードでも、マニュアルで出すことができます。まあ、こんな感じでシャッフルがこれでできるんですけど、ノードを作るときにそいつを作る行為自体をこんな感じで、例えばシャッフルなんで SH ってしておくと、これで、SH っていう変数にこの作る行為が入るんですけど、その後はこいつでのそのノードにアクセスできます。例えばこれで作った後にそいつの名前を呼び出すみたいなことにしておいて、ちょっと消しますね。でこれでもう一回実行してみましょう。でそうすると、こんな感じで、15個のシャッフルノードが出来上がりました。で、ちょっと今消しちゃいましたけれども、今度はこれに、ここに、そのシャッフルノードを今度つなげないとダメなので、シャッフルノードの、親を決めるのは、親っていうか、上流をインプットするのは、セットインプットです。で、0番目のインプット、1番目ってことですね、0なんで。のインプットを、この場合はリードノードにしたいので、ノードにします。はい。で、作ってみましょう。あら。あ、ごめんなさい。ここ今、ネームになっちゃってますね。これで、もう一回やりましょう。はい。こんな感じで、できます。で、これ今まだ、一個一個は、RGBA のまんまなので、そうですね。なので、こいつを今度は、書く名前に変更していきます。で、今、書く名前っていうのはここに出てるんですね。例えばこれ、プリントの L ってすると、書くレイヤーの名前が出てきます。はい。なので、この L を、SH の、シャッフルを出して、まずシャッフルを調べましょうか。ここのノブの名前はインですね。インと今出てるので、ここのノブの名前はインと名前なので、ここのノブにアクセスします。この、硬い括弧ですね。硬い括弧の、で、中にノブ名を入れると、ノブにアクセスできます。で、セットバリューで、ここで、文字列を入れると、そのチャンネルに、まあ、レイヤーですね。なるはずなので、これで。はい。これで、各レイヤーに分けることができました。できてますね。おー。はい。で、最後に、そのラベルにちゃんとレイヤー名を書き込みましょう。ラベルにレイヤー名を書く。レイヤー名は今 L になっているので、ラベルのセットバリューで、ラベルに値を入れると。その値は L。まあ、レイヤー名ってことになります。こいつで。はい。これで、こんな感じで、そのレイヤー名が全部、ラベルに入った状態で、シャッフルが出来上がりました。では、今回はこんな感じで。